皆さんおはようございます。2021年3月6日朝のご挨拶 A です。衆議院議員の原口和弘です。昨日最終便で福岡まで行って佐賀帰ってきました。昨日雨だったんですけど、東京は九州に近づくにつれですね、少し天気が良くなって、いやー本当にこれなんでこう佐賀帰ってくると嬉しいかっていうと、自分で育ててるものの成長をこう見ることができる、まあ、これは全然育ててない十郎さんは勝手に鳥が運んできてここまでですね、大きくなって、ちょっと庭もまた少し整理しないといけないですね。おお、このバラはこんなに元気に。うわっ、おお、これはなんじゃ。桃だ。桃。桃ですね。ああ、ここきれいにしないと、もうお金がないとこれできないですよね。うわぁ。こらいかん。つるバラも、ここに植えられてますね。少しずつ大きくなってますね。いやぁ、桃ってこれ、葉っぱもないのにこんなに咲くんですね。ちょっと新たな発見が。ね、こうやって、草ですもんね。草でこんな綺麗なのが咲いてる。種が。だから、こう、草刈りするときも気をつけないといかんですね。こっち側は森小紋がきれいにしてくださってて。ああ、妻のために植えてくださった本田さんのバラ。これも名前つけんといかんですね。名前をつけよう。ああ、挿し木は結構ダメかもわかんないですね。この辺は大丈夫。でもちっちゃいのはダメですね。これダメだ。これはダメ。こっちは芽が出てる。こっちも腐ってない。やっぱり長いやつは大丈夫なのかな。おお、ボケの花。吉池さんで買ってきて、佐賀まで連れてきたボケの花。昨日頑張ってますね。昨日ですね、嬉しかったのは、まあ、突然その総理が来ないと。で、テレビ入りもないと。もう、無謀すぎる。もう、あれだけやってきて、もう、準備に準備を重ねて、この国会の会期で最後の質問なんだろうなと思って、30時間ぐらい準備しましたかね。で、もう集中に集中を重ねて、準備まで、練習までして、池田さんと、あと1分削んなきゃいけない、3分削んなきゃいけないってやってたら、何時頃だったかな？そうだな、3時過ぎだな。15時過ぎにですね、自民党さんの森山国対委員長が来られて、安住君と、なんか話し込んでるわけですね。嫌な予感がしたんで、なんじゃこらと思ったら、いや、もう総理は来んと。総理は出てこ、来んと。最初から来られる気なかったのかな。いやー、驚きましたね。だって、ご自身の
決断でやったと。で、再々延長ですからね、どんだけの人たちが苦しむか、どんだけの人たちがここまでこの思いで来たか。お、中本くんのところの、あれは、菜の花ですね。同級生の中本くん。公明党の佐賀県本部長。ああ、公明党もこっち来てくれるといいんだな。ちょっともう難しいですね。20何年一緒にやってから、新進党で。で、まあ、自公連立政権で、自由党が外れて、自公、長いですな。まあ、ちょっと話を元に戻しますとね、嫌な予感が来て、で、出てこんと。で、結局、いろいろこう、伸びてきて、5時半からっていうことだったんで、その、NHK もローカルニュースをやんなきゃいけないって言って、夜に回ったんですね。夜の11時50分から、録画だったんですよ。まあ、地上波で流れた分だけいいけど、びっくりしましたね。私が総理だったらそういうことしないですね。だってですよ、自分が決断したけど、記者会見で聞いてくださいっていうような話でしょ。衆議院、もちろん参議院で質疑されてましたよ。だけど、参議院は予算質疑ですからね。別にこの緊急事態宣言の再々延長の質疑じゃないわけですよ。ほんで、衆議院は記者会見を聞いてくれっていうのは話でしょ。そんな失礼な話じゃない。議会運営委員会っていうのはですね、議長、副議長も、昨日はコロナで第一演出の広いとこですけど、ご出席されて、その下で質疑してるんですよ。そこに総理が来んと。どういう了見ですかね。そういかんでしょ。いかんですわ。これはいかん。国会を軽視してるんですよ。で、国会を軽視してるってのは何かっていうと、私たち国会議員を軽視してるっていう話じゃないんですよ。国民を軽視してるという話なんですよね。だから伝わらないんですよ。だから伝わらない。でも昨日嬉しかったのは、もうヘトヘトになって、またそれですぐ、羽田空港まで行かなきゃいけなかったんですけど、国体の部屋に戻ったらですね、黒岩さんと奥野さんと、それから、広田さんが拍手で迎えてくれたんですね。本当、心からの拍手で、時間を、本当申し訳ないけど、まあ、西村大臣もね、丁寧に答弁してくれたんで、結構いいね。最初に、ね、亡くなられた方への思いを、祈りを伝えて、それで抗議をする。もうこれで3分ぐらいになっちゃってて、肝心の中身についてもですね、なかなかこう話が走るわけにいかなくて、ああいう形になったんですけど、いやー嬉しかったですね。ああいうのがやっぱり親友同士っていうんでしょうね。で、まあ、山野井くんはいつものように京都に帰ってましたけど、まあ山野井。で、安住くん もう次のね、行事があって、いなかったんですけど、後からメッセージですね。お疲れさんと。いう話をしてくれて、うわ、
あれ、ボロさんに、カゴ、あ、つがいだ。君たちはカップルですね。うん。カゴの。帰ってきたですばい。そういうことで、ちょっと嬉しかったですけどね。おはようございます。水仙をこうやってね、綺麗に。ここに来るといろんな思いをしますね。優しかった祖父を、父、もう今いません。妻もいないです。でもね、見守ってくれてるだろうなって思いますね。今、ズームで原口和弘やってると、まあ私にとって父は、どっか理解不能のですね、大きくて、乱暴で、なんていうかな。ね、佐賀工業のラグビー部ですからね。でかものすごくでかいんですよ。モテモテでやりたい放題やってる父だったけど、今ずっとズームで原口和弘で聞くと、父に助けられた、教えてもらった、父がこんなことしてくれたっていうのがですね、皆さんが私が初めて聞くような話をされるんですね。嬉しいですね。荒くれ者の、荒くれ者って言ったらあれだな。建築家、芸術家独特のなんていうかな。ちょっと言うと、こう、身勝手さみたいなのを感じるところがあったんですね。うわ、椿がこんなに落ちてる。これはこれで綺麗ですね。で、お、この古の家にはこの椿はダメだって言うんですね。首がポンポンと落ちるように落ちるから。まあでもこの落ち方もまた良しだな。もう椿も。まあ、私もね、あとでそう言われるように。まあでも、これだけの父の話を聞いてると、ちょっとかなわんかな、時間がやっぱ足らんかなって思いますね。あんな風に寄り添って、一人一人をこう、しかも困った人を陰で支えてるんですね。全然言わないから知らない。もう単に荒くれ者の、身勝手な芸術家。という印象でしたね。父の印象がずっと変わってきましたね。もうモテモテで、あっちこっちに面倒見る人がいて、なんじゃそらと思ってましたもんね。まあでもそれもあの時代だからなんですかね。で、昨日はですね、あの人に怒られましたよ。何を怒られたかというと、まあ、あの人は最後ね、ああやってやってくれたんですけども、クラブハウスで質問取りをしたじゃないですか。何をやってるんだと。お前は立憲民主党の幹部なのに、何をその軽々しいことをしてるんだと。インターネットで、道を間違えた政治家は何人も知ってるだろうと。クラブハウスっていうのは中国からいろんなものが取られてるってアメリカでも禁止されてるだろうと。何バカなことやってんだってあの時からむちゃくちゃ怒られましたで、おお、まあね、もうとにかくネット民とかそういうものに対してもう敵意のようなものを持ってるでですね、いや、
でもああやって面と向かってボロカス言ってくれる人間がいるっていうのはある意味ラッキーなことなんですよね。なんじゃこらと、君がもう何でもかんでも情報がそのテレビとか新聞だけで遅いから苦労してんじゃないかと。去年のあの12月、一昨年ですね、一昨年の12月、この新型コロナのが生物兵器だって来た時、あの時にも言ったんですよ。何を陰謀論みたいなことを言っとんだと。ネットに毒されてるからそういう風になるんだって言ってましたもんね。去年の1月だって、これ質問しろって言ったら、女は陰謀論をさせてたまるかって言ってて、で、まあ1月の終わりぐらいに WHO がね、遅まきながら、やって、そこから、ああ、お前が言った方が正しいんじゃないかってなんて話になってね。まあそういう喧嘩ばっかりやってるんですけど、太郎さん、昨日あの字に怒られましたわ。まあでもね、そういうのも全然苦じゃない。私もあんまり人に怒られるっていう、あれがなくて、ガキ大将みたいに育ってるんで、大事にしたいですね。帰ってきましたわ。でかいね。国会にも、クスノキが、佐賀の木としてありますけど、太郎さんはでかいです。400年以上、生きてるんですね。太郎さんがずっと、ここで見守ってくれるように頑張りますね。やっぱりね、地域が、さびれていけば、いや、この木も邪魔だなんて話が出てこんとも限らん。うちの十郎さんみたいに切り取られるかもからん。そんなことは絶対やっちゃいかんからですね。頑張りますね。じゃあ、この太郎さんの進撃で。そうそう、いい人なんですよ、安住。ありがとうな、スーツはね。枝野さんと同じところであれ、1個6万円、妻が亡くなって、初めてと言っていいぐらい、仕立てたスーツですね。まあ、4着買って、10年ぐらい着ることができるかなと思ってる。まあ、でも NHK のテレビも見たら、もっと痩せんといかんな。頑張ろう。じゃあ、皆さん、ごきげんよう。ありがとうございます。椿と太郎さんで。ありがとうございます。まあ、親友っていうのは大事ですよね。もう一人のね、親友の渡辺修君も、ポッと顔を出すんですよ。何も言わんけど。昨日一緒にね、渡辺修君と参議院で、参議院の、あれなんていうのかな、関東麺っていうんですかね、あれうまいんですよね。でも、時間が経っても伸びない麺ってどんな麺なのか、若干不安がありますね。じゃあ、ごきげんよう。おー、あ、そうなんですか、椿は。松竹梅じゃなくて、松竹椿って言ったんですか。そうそう、1996年の、平成8年の当選同期ですね。じゃあ、ごきげんよう。